銀河の並びがね、非常によくわかるような感じですね。こんにちは、すみやです。今日はスマート望遠鏡3台で撮ったね、マルカリアンの鎖、マルカリアンチェーンの映り具合の比較をしてみたいと思います。で、まずね、昨日の夜、プランモードでね、シスター S50 で撮ったマルカリアンの鎖を見てみたいと思います。で、どんな感じで撮っていたかっていうと、これですね。ビュー。あ、これ出てくるんですね。ビューで出てきちゃうんですね。はい。こんな感じです。で、これで一応保存しとこうか。はい。はい、保存されました。こっからね、AI ノイズ除去が行われるんですね。はい。AI ノイズ除去をやっています。意外と時間かかってますね。はい。あ、終わりましたね。はい。なかなかいい感じじゃないでしょうか。はい。ちゃんと J の形がね、見えてますね。はい。ちょっと明るくして、コントラストも上げてみようか。うん。コントラストを上げるとね、マルカリアンの鎖がよく見えてきますね。はい。色も強調しとこうか。ああ、色出しすぎるとちょっと黄色っぽくなるので、これはリセット。はい。明るさをもうちょっと上げてみようか。ああ、これは明るすぎるな。うん。いや、これぐらいでどうでしょうかね。ちょっと白飛びしてますが、銀河の並びがね、非常によくわかるような感じですね。はい。これで一応保存しておきましょう。はい。まあ基本的に何もせずに撮ってもね、それなりに美しいんですが、やはりね、画像処理した方が綺麗に写りますね。で、フレーミングでね、あ、1対1だと上が切れちゃうので、3対2、あ、2対3か。2対3、3対4。2対3ぐらいがいいかもしれないですね。はい。これで保存しておきましょう。はい。こんな感じです。で、他のがどうだったかっていうのはね、ちょっとここからはわからないので。昨日撮ったのは130ってやつですね。0時から5時まで5時間も撮ってましたよ。まあ2倍のフレーミング機能なのでね、これぐらいあった方がいいかなと思ってやってました。はい。マルカリアンチェーンって書いてありますね。はい。マイアルバムにも保存されましたよ。なるほど。これはカワセミだな。はい。なんかね、S30 で撮った画像も一緒に保存されてるようですね。はい。じゃあ S30 のマルカリアンチェーンは、あ、これですね。はい。これが S30 ですね。はい。あ、これ S50 ってちゃんと入ってるね。うん。143分。5時間やってたのに143分。2時間ちょっとぐらい。2時間23分。だから半分ぐらいですね。はい。実際の撮影時間の2倍以上かかってるってことですね。5時間やってるわけだから。ドワーフ3の方は、ここではわからないので、後でね、見ていきたいと思います。シースター S50 でもマルカリアンチェーンがね、フレーミング機能を使えばちゃんと撮れます。S30 はね、1.5倍のフレーミングでいいんですが、S50 はね、2倍のフレーミング機能を使わないと全体が入らない感じですね。はい。ドワーフ3はね、いわゆるモザイク機能使わなくても一度に撮れるっていうね、そういうメリットがあります。まあ短時間でね、マルカリアンチェーンが撮れるという、そういうメリットがあるかもしれませんね。はい。この後ね、実際に
3つのスマート望遠鏡のマルカリアンチェーンの比較をしてみたいと思いますので、ご覧ください。どうぞ。いかがでしたか？マルカリアンチェーン。やはりね、春の銀河の中で一番見たい天体ですよね。特に広角で見るには非常に楽しい星の並びです。まあ、もちろんね、獅子座三つ子銀河とか、ボーデの銀河とか、葉巻銀河をね、一緒に見るっていう楽しみもあるんですが、やはりね、いろんな銀河を一度に見れるっていうのは、楽しいですよね。はい、皆さんもマルカリアンチェーンの撮影にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい、えい、えいと。